にちは、柴田です。今回はフェンダージャパンのジャズマスターとメキシコプレイヤーのジャズマスターを鳴らし比べていきたいと思います。今回メキシコプレイヤーは初なんですけれども、こちらは2019年製、まだ新しいですね。通常のジャズマスターとね、結構違いがございまして、一番大きな違いは、そう、ハムバッカーが乗っかってるんです。ハム2発ですね。ジャズマスターといえばこのね、大きいねピックアップが象徴ではあるんですけれども、こちらはね、ハム2発。そして通常のジャズマスターはね、ここにね、いろんなスイッチがついてたり、くるくるするものがついてたりするんですけど、その辺がなく、シンプル3ウェイのトグルスイッチになっております。では早速ね、生音からいきましょうかね。で、生音いきます。うん、本当にジャズマスらしいというかですね、この弦調の長さ、それがそのまま音に現れているような感じですね。まあ、これはね、一番オーソドックスなね、ジャズマスターかなと。そして近年もののちょっとハイブリッド感のあるジャズマスター、これは面白そうですね。ペグはね、アメスタとかのペグですね。穴を2点開けて設置するタイプで、材はアルダーメイプルにパーフェローのね、指板になっております。この辺がね、直近ものだなという風な感じですね。で、ネックのシェイプ C で、ちょっとね、太めな感じがします。近年もののね、フェンダーにね、あるような感じですね。そして R はね、ジャズマスターほどきつくない、割とフラット感があります。では、生音いきます。めちゃめちゃパワフル、まあ、でもちゃんとハイ出そうな感じだけど、ハムだからな。どうだろう、めちゃめちゃパワフルっすね。ちょっとガテン系なサウンド。わ、これはね、結構違いありそうだな。じゃあジャパンから鳴らしていきましょう。じゃあクリーンからいきます。これぞジャズマス。フロント。続いてメキシコのクリーン、お、ちょっとやっぱ重いな。うん、重量はね 3.8。 ではいきます。思った通りね、強いんですけど、ちゃんとジャズマスらしさも残ってます。ゴリゴリのガテン系かなと思いきや、しっかりとね、ジャズマス風味が残りながらガテンになってるっていうね、これは全然裏切らない感じですね。ちょっと歪ませてみましょうかね。じゃあまずジャパンのね、ジャキジャキの歪み具合、これがね、ジャパンの特徴なんですけどね。調子いいんじゃないかなと。
と思いますね。でメキシコ行きましょう。やっぱ重量感もねちょっと強そうだな。おお、しからぬローの出方なんですけど、でもでも名残はねしっかり残ってる。ジャズマスらしさはハイの方にはね結構感じられるんじゃないですかね。割とねサウンドメイクはねしやすいんじゃないですかね。結構落ちてくれますもんね。で、シンプルなコントロール系だけど割と一つの音で幅広く対応できるギター、まあ、ジャズマス好きから言ったらちょっとね敬遠されそうな感じのねこの仕様なんですけど、一回鳴らすとねイメージ一気に変わると思うんで、ぜひぜひ千葉管楽器へ行って試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。